お疲れ様です。お疲れ様です。なんかお前なんか綺麗だな言葉が。そうです、お疲れ様ですとか言って、俺ら職員だと思います、です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 とか言って、こんな感じだろ職員は。まあ今回なんですけど、はい、もう最近みっちーチャンネル多いな。そうですね。なあ、なんでか知ってる？なんでですか？やることないから俺暇だから暇だからとりあえずなんかやっとかんと社長に怒られるだろ。そうですね。だろう、とりあえずだもんね、暇だからとりあえず動画でも撮りに行こうかっつって、はい。でまあ、今回なんですけど店舗に突撃しようかなと思って、はい、あー、はい、それでノーマポで、はい、でサムネは多分塗り替え道場を晒しますって。ああ、なるほど。俺会社違うからね。あ、そうですね。俺南専門サービスだからはい、その塗り替え道場みんなやっぱ顔出し NG の子とかもいるからさ、はい、まあ、その子たち全員晒しちゃおうかなって。ああ、なるほど。で今回は、まあ、緑区にあるね、まあ、緑店の方に、はい、ちょっとあの突撃していこうかなと思いまして。はい。でおるかな、どうですかね。まあ俺でももしおらんかったら、まあ、店舗って結構、はい、あの常駐してる人もいるんで、営業のちょっとお手伝いとかでね、なんかシミュレーション作ったりとか、はい、そういう人もいるから、まあ、絶対誰かしらおると思うんだ。あ、はい、まあ、おらんかったら帰るわそうですね。でとりあえず社長には一応動画あの撮りに行ったんですけど、とりあえずボツになったんです、とりあえず一応僕は昼間仕事してましたっていう、はい、ことはちょっと伝えとこうかな。そうですね、証拠残ってますもんね。そうそう、証拠に残ってるね。まあ、突撃っつってもまあね、はい、まあ、本当にまあ行って、まあ、みんなの今その仕事内容とか、はい、まあ、どういうことやってるかっていうのを聞きたいよ。あ、そうですね、僕緑店行くの初めてなんですよ、実は。あ、初めて。はい、行ったことないの他の店舗。はい、ずっと本社で。あ、本社しか行ったことないか。本社かドバか。本社。まあでもなかなか出てこんでね、ほんとたまに昔、はい、その動画でちょこちょこで撮ったぐらいで。ああ、そうなんですか。そう、そんなにね、緑店自体あの動画出んもんでさ。はい。まあ他の店舗もだよね、ただ春日井店も。はい。で俺がドッキリ仕掛けたのが最近ぐらいじゃない。ああ、とりあえず裏から回ってちょっと素通りしててみようか。はい。おるかなんか。あ、いいか。あ、いる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 。車ありますね。めっちゃ車ある。あれ、担当者不在になってる。不在になってますね。あれ、誰もいない。え、いないですね。誰もいないよね。はい。はこれもう一回見に行きますか。お前使えんやんけ、もうあ、そっか、車ここ止めて、あれだ、営業者で仕事行っとるでか。ああ、なるほど。ちょうどちょ、見てあれ、ちょうどあの材料屋さん材料屋さんが多分こっちに遊びに来たんじゃね。いや、手振られた。あれ誰かなと思って。あ、おるやん、営業おるやん、おるやん。いいやいいやん、行きます、ね、たまたまおったね。よかったっすね。おった、よかった。ちょうど帰ってきた多分じゃあ突撃しようか。行きますか。うわ、こんにちは。はじめまして。あの、YouTuber のミッチーです。手洗いをかしていいですか。YouTuber のミッチーです。手洗いを邪魔ですか僕。全然邪魔じゃない。いや、今日突撃しようって。手洗いを返したい。いや、まず誰もいないなと思ったんですよ。いただきます。どうぞ。はい。まあ、あれだよね、事務所イコール俺の家だから。あ、そうなんですか。事務所イコール俺の家。あ、来た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 、材料屋さん。たま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 。いや、いいじゃん、結構集まったね。そうですね。おらんかお疲れ様でした。あ、どうぞどうぞどうぞ、入ってください。いや、全然全然全然、今のあれですよ、レクリエーション風景を当てる。まあ、こういう感じなんですよっていう。なんで僕から逃げるんですか。いやいや、仕事ですよ、はい、仕事。仕事どうぞ。本当の仕事の方一つ。ずっと言ってる、ずっと言ってるじゃないですか。まあ、大体ちょっと一本言ってください。頼みます。いいよ、はい。ブラックがいいですか、ミトがいいですか。あ、ブラックで。ブラックで、はい、ブラックあります。はい、まあ、どうぞどうぞ、飲んでください。もう取っていいですか。え、いやいや、飲んでください、飲んでください。ありがとう。飲んだ瞬間にもう取るで。今何やられてるんですか。え、ちょっと急ぎで見積もり作ってるんで、本当にちょっと私はいないものと思ってほしいです。俺何しに来たの今日。なんかマジで何しに来たか分からない。もう仕方されてたみたいな。もう仕方されてずっと逃げとるもん。なんかもう仕事邪魔しに来たみたいな感じだったよね俺。そうですね。合図なんだ本当に。
飲まないですか。え、ありがとうございます。また今度ゆっくりします。寂しく乗らんとゆっくり。よく会いますからね、でも。会いますね。よく会いますよね。結構、ね、結構合うんだって、本当にさ。そうそうそう。だって、みのり亭にたまたま来た時に来るし。いや、もっと今日みたいな。そうそうそう。で、俺本社に行ったら、本当に本社にたまたま来るし。たまです。結構合うですもんね。あ、久しぶりですね。はい。全然合わないですね。やっぱ営業の外回りがあれですよね。ほぼ外回り。メインですよね。ほぼ外回り。だって、会社にもなんないんだよ。なんかこういう感じで。僕が近いから。あんまり事務所いろいろもないんじゃないですか。そうだそうですね。そうですよね。もうずっと外回りっすよ。もう僕は最近行ってずっと外回りっすよ。もう前みたいにあの事務所にこもってキャバクラとかデリヘルとか見とらんの最近。最近外ばっかりです。まあそれが仕事ですからね。めちゃくちゃ邪魔にし、あの邪魔してる塗り替え道場の社員みたいなのだったただ迷惑行為ですもんね。そう、ただ迷惑行為だな。営業妨害だよ。楽しいですよ。楽しいけど、ちょっとで、はい、もうちょっとね、話できる時だと良かったんですけど、はい、いや、電話したんですけど、誰もおらなかったんですよ、本当に。あ、電話してるんですけど、そうですね、誰も電話出なかったよね、はい、誰も電話出るもんで、まさかおらんかなと思ったら、ちょうど帰ってきたみたいな、本当に。あ、でもちょうど最悪のタイミングですよ。あはははははは。向こうの見積もり、足場から関連して出てくるんですか。いや、塗装単発もありますよ。塗装だけのやつも。すごいですね。はい。まあ僕がすごいんじゃないですよ。ん僕がすごいんじゃないです。僕がすごい。じゃないんです。みんながすごいです。それ見積もり結構時間かかるんですか。足場塗装シールでどうですか、どれくらい。でも足場塗装シールだけですよね。だけじゃないか、防水もあるし。板金あったりとか、エクステリア出すときも。めっちゃかかるっすよね。そうだと僕行ってずっと足場塗装シールなんで、塗装シールとかはもう逆にもうお願いしますもんね、塗装の職人にチョコリクラーって。あー、でもそれ全部自分でやってるんですよね。そうですね、すごいっすよ。うちの営業マン本当すごいっすよ。やることないから俺暇だから暇だからとりあえずなんかやっとかんと社長に怒られるだろう。バンバン仕事くださいよ、本当に戸建てとかあったら。戸建てメインなんで、この方たちは。で、ちなみにどれくらいかかるんですか、それ一軒作るのに。一軒、まあ、複雑じゃなくて、はい、よくあるお家だったら、まあ、30分くらい作れますね。あ、でも早いですね。あ、でも頭の中で計算できるんですよね、ある程度。あ、もうこれぐらいだったらこれぐらいとか。コツじゃないですけど、現地で、はい、できるだけ拾い出しすること。窓のサイズとか全部測るし、はい、トイとか、はい、シールの本数も全部出して、はい、あと図面で照らし合わせてポンって出る状態にしとけば。そういうことっすね。図面から引っ張ってくるんじゃなくて、もう現地で現状パッていった時にもう全部拾い出してくるみたいな。めっちゃ汚いけど、はい、窓のサイズとか全部これいいんすか、これこうやって、こう、お、出してくれた、出してくれた、さっきお邪魔虫だったけど、出してくれた。嬉しいですね。出してくれた、出してくれた。なんか、汚いですけど。はい、はい、すごいこれ、超あるやん。図面と拾い出したやつ全部取って。は、会社に来て、会社に来てですか。会社に来て、え、でもどれ、何年ぐらいですか、何年ぐらいの。え、もうすぐ3年経ちますかね、戻ってきて。3年で、はい、1、2、3、4、5、6戻ってきてからなんで6? なので1年2冊ぐらい、ね、全部めちゃくちゃある。なんかうわ、すげえ、すごいですね。いつもこうやって、ね、これがめっちゃ地域汚いじゃないですけど、はい、これで窓のサイズ全部測って。ああ、そういうことですか。で、こうシーリングの本数とか、あ、4メーターにベランダ重ね塗るとか。これ SD ってなんてこと、そうだってことサイディング、あ、サイディングそうだかなと思って。めっちゃ時期だよ、カタログ、テリアート、ドラコート、はい、SK 多彩、カタログ持ってくとか。でも忘れるっすよね。そう、やっぱり作るプランとか書いたり、はい、これシャッターボックスの数、これめっちゃ汚いですけどね。これなちなみにこれ何て書いてあるんですか。これ私しか読めない。クリーンマイルド F、はい、フッ素か、スーパーセラタイトフッ素、クリーンマイルド、マイゾンビとか書いてある。ちょっともう分かんないですね。よくわかんない。すごい、あで図面つけて。で、セットにした、はい、で、最終的には、はい、これ初回で今拾ったやつは、はい、めっちゃ汚いけど、これを図面見ながらこうやって足場洗浄塗装を打ち替えて、ね、数字出してって、は
で図面とセットで初回に書いた、はい、現地で拾い出したやつと、とあこれでまとめたの まとめたのと図面でワンセットで全部閉じてってます。めちゃくちゃ貴重面ですね。意外と。ただすごいな。超字汚いです。全部でも撮ってるんですか。撮ってます撮ってます。はっ、これで足場もだって測るってことですもんね。うちだってそのままもらってますもんね。あ、そうです。もう何でもできますよ。本当に。もうぜひあの見積もり以来あのぜひよろしくお願いします。まあそんな感じですか。もうちょっとなんか忙しそうなんで。そうですね。もうちょうど30分だしね。俺もすぐそこ現状行かなあかんし。あ、お気をつけて。はい。ということでですね。はい。今回まあ緑店にね突撃してきたんですけど、はい、邪魔な扱いされて。ただまああのこれね。この図面のまとめが、ね、こういうのを見せてくれたんで、はい、まあ、皆さんあのぜひ戸建ての案件があったらぜひ振ってください緑電にぜひまた見てね